十一月十一日月曜日ヤング日経この番組は毎日に寄り添いあなたと一緒に作る経済番組ですおはようございます月曜日は久保光洋がお送りします本日もこれだけは知っておきたいニュースご本んと十秒ビジネス用語そして今気になる注目スポットをお届けします高温障害米の酒音楽で生産増金沢工業大学と音響 金沢工業大学と音響機器の音響は気温上昇の影響を受けた高温障害米で日本酒を作る際音楽で振動を与えると生産効率が上がることを突き止めました酒かすの発生を抑える酵素が振動で活性化しその分、日本酒の生産量が増えます。音響は特記を出願しましまた 温暖化で酒米の品質不良が懸念される中でも、生産を維持したい酒造会社に採用を促します。半導体物流の要、新千歳空港に迫る冬、ANA など準備急ぐ。軽くて小さく高単価な半導体や丁寧な扱いが求められる製造装置の輸送には、主に航空が使われます。 最先端半導体の量産を目指すラピダスの工場が新千歳空港に隣接するゆえですただ北海道の冬は精密機器にとって大敵である低温などと隣り合わせ ANA ホールディングスなどは対策を急ぎます鉱山機械にも電動化の潮流脱炭素へディーゼル置き換え 鉱山機械の電動化に向けた開発競争が本格化しています小松が水素燃料電池の実用化に取り組み日立県機は河川充電式の実証実験を進めます鉱山現場で排出される二酸化炭素 CO2 の削減効果を売りに顧客の資源メジャーに訴求する狙いですハード面にとどまらず AI を使った運行の最適化などソフト面でも新たな技術導入が進んでいます従業員の働きがい開示終割りに本社サステナブル総合調査日本経済新聞社は2024年度の日経サステナブル総合調査をまとめました回答企業では従業員エンゲージメント働きがいの開示比率が50%に達し 前年の38.4%から12ポイント上昇しました従業員の働きがいを向上させて業務の生産性を高めようとする企業も多いです人的資本の意識が一段と高まっていることが浮き彫りになってきました中国ブランドのテレビ日本を接見1月から9月シェア5割 テレビを買うなら、日本企業のブランドという消費者行動は過去のものになってきました。代わりに選ばれるのは、ハイセンスなど中国企業のブランドです。中国製は大量生産によるコスト競争力を活かし、2024年夏以降、日本での販売台数で過半のシェアを抑えました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。 日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉はデブリチェックしておきましょう原子力発電所で電力喪失などの事故が発生して核燃料の冷却機能を喪失した際核燃料が炉内構造物の一部と溶けて固まってできたものです2011年3月の東日本大震災の発生時 東京電力福島第一原子力発電所1から3号機は運転中でした原子炉は自動停止したものの燃料を冷やすための電源が津波で喪失しましたおよそ880トンほどのデブリが発生したとみられますデブリは強い放射線を出すため危険で原子炉内は簡単に人が入れませんこのためデブリの取り出しは廃炉の最難関とされます 以上が今日知っておきたい用語デブリの説明でしたニュースで見かけたらチェックしてみてください今気になる注目スポットのコーナーです私久保光代が気になった注目の新スポットをご紹介します今回ご紹介するのは横浜未来と2024未来を照らす光の街についてです横浜未来と実行委員会は2024年より 横浜最大級でサスティナブルなイルミネーション横浜ミライトを周辺企業や施設の協力のもと MM グラスパークと統合2024年10月11日からグランモール公園でくつろぎの空間とともにさまざまなイベントを提供しています2024年11月9日からは冬の横浜みなとみらいエリアを彩るイルミネーションがスタート MM グラスパークによる来外者や地域の人々の交流の推進と合わせさらに横浜みなとみらいを盛り上げます横浜未来とは延べおよそ3800万人が来場する横浜最大級のイルミネーションです横浜駅東口からグランモール公園まで全長およそ 1.5km を中心とした横浜みなとみらい各エリアを およそ35万球のブルーを基調とした LED ライトの鮮やかな光で包み込みますまた今年で7年目を迎える本都市も SDGs への取り組みとして太陽光や風力などの自然エネルギーで発電されたグリーン電力を活用するほか樹木の育成環境に配慮した装飾箇所の調整を行いこれからのまちづくりにもよりフォーカスしたサスティナブルなイルミネーションとなっています また期間中のイベントとして2024年12月20日21日の2日間限定で横浜ミライトクリスマスフェスティバルをグランモール公園にて開催します人々の憩いとにぎわいの創出や公園の環境美化推進を目的として2023年からスタートしたこのイベントは地域に根付いた出店者たちによる物販やワークショップを楽しめるマーケット この時期ならではのグルメを楽しめるキッチンカーのほかクリスマスムードを高めるライブパフォーマンスを行います素敵なイルミネーションと多彩なイベントを楽しめる冬の横浜みなとみらいエリアでご家族やご友人大切な人と光と音に溢れる素敵なひとときをお過ごしください実施エリアは横浜駅東口浜未来ウォークみなとみらい歩道橋グランモール公園 保線日本丸など各エリアです開催期間は2024年11月9日から2025年2月9日まで点灯時間は16時から23時までですハロウィンが終わりいろんな場所でクリスマスを感じ始めましたねサスティナブルな取り組みとして今回挙げたグリーン電力とは風力太陽光バイオマスなど自然エネルギーにより発電された電力です 石油や石炭などの化石燃料による発電は発電するときに CO2 が発生しますが自然エネルギーによる発電は発電するときに CO2 を発生しないと考えられているそうですキラキラとした明るさにも環境に配慮した取り組みが行われているのでぜひチェックしてみてくださいぜひ次回もお楽しみにヤング日経月曜日おはようございます久保光弥がお送りいたしました 皆さんいつもコメントありがとうございます今日気になったニュースは高温障害を受けたお米で日本酒を作る際音楽で振動を与えると生産効率が上がるというニュースですまずお米に温度が関係していることを初めて知りました高温障害とは暑い日が続くと日中には光合成が停止し生育が止まったり本に送り込む栄養が少なくなったりと質の低い米になることです 気温が日中でおよそ35度、夜間でも30度を超えるような日が続くと、高温障害が発生してしまうようです。写真で比較してみたんですが、通常の米とは違い、高温障害を受けた米は白く濁っていました。そんなお米が音楽で振動を与えることで、酒かすの発生を抑える酵素が活性化し、生産量が増えるとのことでした。 私はお米も日本酒も大好きなのでこうした活用法があると破棄するものも減らすことができますし今後はより美味しく製造もできるように研究を進めるとのことでとても楽しみですさてお伝えしたニュースの詳細は日経電子版でお読みいただけますまたヤング日経の X 旧ツイッターもあります次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますのでぜひフォローお願いします tiktok、Instagram もチェックしてみてください。それではまた来週お会いできることを楽しみにしております。あなたと作るヤング日経、月曜日は久保光代がお送りいたしました。それでは、いってらっしゃい。